マイクチェックやります、すいません。いいと思います。大きな音ですいません、財務省さん、財務省さん大きな音ですすいません。皆さんどうしたんですか、今日こんなにお集まりいただいて。まさかまさか財務省の前で愛を叫ぼうとしてるんじゃないですか。そうですか、ありがとうございます。まあ私もこんなことやったことないので、どういう進行でやっていいのか全くわからないまま来てしまったんですけどね。あの今日ですね、何が何でも消費税上げさせない、増税どころじゃないと、凍結でもないし減税しかないだろうということを、ゼロだ、愛する財務省の皆さんにぜひお伝えしたいと思ってやってまいりました。よろしくお願いします。消費税ゼロだ。でね、今日管楽器とか、楽器を持ち寄ってくださった方がいらっしゃいます。で、何をしようかと思いますと、まあせっかくですからみんなと一緒にですね、コールとかできたらいいなと思ってるんですよね。で、一応ごめんなさい、山本太郎事務所、もうちょっと時間とお金に余裕があればここにコールする内容を出してカラオケみたいに色が変わるようにしたかったんですけど、そこまでできないということで申し訳ないんですけれども、なんとなく皆さんノリでやっていただこうと思ってます。あ、トランペットの方どうぞどうぞ。顔出し NG、 顔で、じゃあこれ音をそっちに移動した方がいい、違う、あんの、あんの、あ、ありがとう、すいませんね、打ち合わせがもう直前なのもんで、今打ち合わせしながら進めております。じゃあ最初何で行くかとかっていうのは大丈夫ですかね。じゃあですね、私が叫んだ後にどうしようかな、仕事人で行きますかね。ちょっと待ってくださいね、今ライブで、あ、どうもありがとうございます。どうぞお時間あったらお立ち寄りいただきたいと思います。参議院議員山本太郎、マイクを握り財務省の前で愛を叫ぶために皆さんと共にですね時間を過ごしておるわけなんですけれども、ただいまセッティング中でございます、申し訳ございません。そんなに皆さん消費税増税されたら困るんですか。困るんですか。ちょっと聞いてくれてます、財務省さん、増税されたら困る、増税されたら困るって、じゃあ凍結だったらいいんじゃないですか。ダメ、凍結でもダメ、ゼロ。いや本当にコントロールしにくい国民たちですね、本当にね。それが民主主義を守るっていう話になっていくんですけれども、よろしいでしょうか。でですね、今日はどういう感じでやっていくかと申しますと、山本太郎がマイク握って勝手にベラベラ喋るわけではなく、私も喋りたいって方にですね、ぜひこの上に乗って、その消費税のことだったりとか財務省に求める愛についてとかをですね語っていただくというような、催しにしていきたいと思うんですね。なので遠慮せずに、もう終わりの頃になってから喋りたい喋りたいって言ったら順番回ってきませんからね、早めがいいです。よろしくお願いいたします。大丈夫ですかね。じゃ あ、ちょっと待ってくださいよ。じゃあですね、私が、2発ぐらい何か叫んだ後に始めていただくというような形でいいですかね。20年以上に続くね、デフレからの脱却、これいつになったらできるんだよって話なんですよ、財務省さん。消費税上げるたびにこの国の経済おかしくなってませんか。みんなの生活苦しくなってないですか。今必要なのはびっくりするぐらいの財政出動しかないですよね。消費税上げてる場合じゃないですよね。消費税は減税するしかないですよね。何がプライマリーバランスだ。プライマリーバランスなんてクソくらえ。
ございます、ありがとうございます。まあこんなグダグダな感じでやっていってですね、まあ後半戦みんなと一つになっていく様子が出来上がっていければいいかなと思います。すいません、財務省さん、お邪魔しております。参議院議員山本太郎でございます。でですね、今日ここにお集まりの皆さんはあまりにも財務省愛がないんじゃないの、もっとみんなに忖度してよねという方々がお集まりいただいております。いかがですかね、皆さんの中で私お話ししたいと、ありがとうございます。早速勇気ある一人目、ありがとうございます。もうカラオケ歌うような気分でですね、ぜひやっていただきたいと思います。あ、ちょっと待って、顔出し NG の方言われてくださいね。カメラ映されてる方とかに顔は映さないようにしてもらいますんで、大丈夫ですか、顔出しは。あ、歌ってた、勇気ある方来ましたね、最初に、ありがとうございます。ちょっと自己紹介ですか。今無職で仕事を探してます。ちょっとやる気がなくて障害者のふりしてたんですけど、やっぱり結婚したくて、普通に働いて仕事見つけようと思ってるんですけど、ちょっと厳しいかなと年齢的にも思ってます。投げて無料で山本さんの話と矛盾するようなんですけど、日本の借金が1000兆円あるって嘘です。3000兆円以上あります。で、相続廃止と、じゃない、相続放棄と、自己破産を禁じる法律が出てきたら大変です。それで、一人一人3000万円税金を貸して借金を返そうとしてます。それから年金の原資に手をつけたっていうのも嘘です。年金の原資はもう枯渇してます。今外資系金融機関から借金をして年金を払っているそうです。それが雪玉式に膨らんでて大変だそうです。まあ別に殺されてもいいんで、はっきり本当のこと言いますけど、これが本当のことです。以上です。よく頑張った。ありがとうございます、ね、何か、失業者が減ったみたいな話がありますけど、今お仕事をお探しになられてるところなんですね。ねえ、本当にまだまだいるんだよ、そういう人が。一握りしか景気が良くなっていない。この景気を本物にするためには、ねえ、これデフレ脱却するために国が最大限に金出すしかないじゃないですか。皆さんどうですか。おまけに消費増税なんかやったら冷え込むに決まってんだろ。こっちに忖度しやがれ、財務省。すいませんね、音の方の方大丈夫ですか、ゆっくりされてますけど、スピーチ終わりで音が入るという打ち合わせをですね、事前にできなくてですね、今大丈夫ですよ、もう1時間ぐらいしたらびっくりするぐらいのですね、ハーモニーが生まれることと思います。お仕事ご苦労様でございます。おそらく管区長にお勤めの皆さんが今の時間帯来られてる方いらっしゃると思います。今ここの集まりはですね、何かと申しますと、あまりにもありえない、みんな生活が厳しいという中において、消費税増税なんてありえないじゃないですか、財務省さんというお話をしております。で、お一人お一人今声を聞きたいということでですね、いいんですよ、顔が出せないって方言っていただければ、撮影で、ありがとうございます、勇気ある方が次に、ありがとうございます、どうぞどうぞ前の方へ。どうぞどうぞ上の方に、どうぞこちらの方へ。結構ですね、この後ろの方に行っていただくとこちらからの声が聞きやすくなりますので、それでよろしくお願いします。あ、すいません、東京から来ました。ちょっとマイクをお借りさせていただきたいと思います。私は、山本太郎さん、そしてそのスタッフの方々、また財務省の前で今日皆さんと共に集まれること、本当に誇りに思ってます。太郎さん、原発事故、放射能汚染の問題の頃からもちろん応援してましたが、私が
本当に特に心打たれたのは2015年平和安保法制で太郎さん本会議場で与党議員にブー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 言われながらも牛歩して戦ってたその姿に私心打たれて特に応援しようと思っています。まだ来月の給料日までには新選組にあの寄付できてないんでその穴埋めでマイクをお借りしたいと思います。皆さん太郎さんと令和新選組今回消費税そして税制財政の問題で参議院選挙あるいは衆参ダブル選挙を打って出るということです。皆さん太郎さんがよく言っていらっしゃる通り今消費税を上げる私たちの目の前のこの財務省が消費税を上げようとしていますけれども法人税どうなってんですか。今法人税大企業は法人税全然払わなくていいパッケージになってるんです。大企業はどん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 売り上げを上げてお金を儲けていても研究開発でお金を使えば大企業の税金ディスカウントされる。 大企業は多大な売り上げを上げても連結子会社が赤字だったら税金がディスカウントされる。そういうパッケージシステムになってるじゃないですか。太郎さんが言っている通りないところから取るな金持ちから取れと私はそのことを強く伝えたいと思ってるんです。私の会社の関係で若い人が会社に入ってきます。多くの学生社会にエントリーした時点で何百万も借金を負ってる奨学金で借金を負ってる借金を負わなきゃこの社会にはエントリーできないこういう若者がたくさんいます。なんで俺たちが消費税払わなきゃいけないんだ増税されなきゃいけないんでしょうか。大企業に税金貸せよ大企業が税金払わないんだったら俺たちだって払いたくないこういうふうに思うわけであります。太郎さんそして令和新選組の皆さんぜひ頑張ってください。私もささやかながら応援させていただきます。画面が出ないなその前にすいませんね。ありがとうございますスピーチいただいた方ありがとうございます。皆さんこれ今日ちょっと待ってくださいね。今日令和新選組がどうしたとかそんなに重要じゃないですから。みんなもう超党派でって言いながら上り立ててましたけどねさっき。すいませんね。みんなでいろんな支持政党あったりとかいろんな人たちが集まってそれを求めていこうということでございます。財務省の前で愛を叫びたい人たちと共にマイクを握っております参議院議員山本太郎でございます。そっちちょっと待ってあこれがもう出てるな大丈夫やな。じゃあ一応行きますか。じゃあよろしくお願いします楽団の皆さん。消費税ありがとうございます。
当にみんな一つになっていきましょう。すいません、ありがとうございますね。もうこれ8時前になったらみんなびっくりするぐらいのオーケストラみたいになってますからね、おそらく。ありがとうございます。あとですね、もう人が通れる隙間だけですね、そこ開けていただければ助かります。ありがとうございます。財務省の方々が通られる部分をですね、少しだけ開けていただけると助かります。ありがとうございます。財務省の皆さん、お仕事お疲れ様です。そして多省庁の皆さん、お仕事ご苦労様でございます。ここに集まっている人々はですね、財務省にどうか増税なんてやめてくださいと、そして凍結どころじゃない減税をお願いしますという非常に常識的な人々が集まっております。そしてもちろんこの場は道路使用許可も取っております。ありがとうございます。それではあなたの胸の内ぜひ聞かせていただけませんか。ありがとうございます。いらっしゃいました。あれ、有名人の方じゃないですか。ありがとうございます。どうぞどうぞ。食べたい人だけだよ。楽器ではありません。私ですね、不平不当のゲリラ戦士ですんで、自らの武装は解きません。こういった一般機材があるところでも自分の武装は手放しません、絶対に。皆さんもね、こちらの方おっしゃってます、私ですら信じるなとね。皆さんね、口開いて思考停止して手叩いちゃダメですよ。この方でも道を誤ることはある人間だもの、しょうがない。そういう時にはね、この人のマイクだけあったら何も言えないから自分の持ってきた。でも今のところそれがないでね、私あれです、皆さんに言いたい。5月26日何がありますかっていうか、誰が来ますか。皆さん誰が来ますか。5月26日ねえ、元不動産屋だかなんだか、元だか今だかわけが分かんない米国大統領が来るじゃないですかねえ。そうでしょ。で、何のために来るか、メインは日米 FTA じゃないですか皆さんねえ。この消費税増税 10%、このタイミングと、ね、今すでにこの日本、自由貿易協定ってやつが2つ発行しているんですよ。 TPP11 こと CPTPP と日本と EU との間の日欧 EPA です。で、この内容について複雑会議だからよくわからないという向きはありますが、皆さんねえ、よく言われていますが、関税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 、この問題です。で、有識者の方々、まあ関税の問題だけじゃないんですけどねと言いますが、関税の問題これ重要ですよ。なんで消費税を上げなくちゃいけない、なんでそのタイミングがいつもねえ、すだれ頭っていうと皆さん素がばっかり思い出しますけど、私見た目より意外に年だから中曽根康弘を思い出すんですよ。で、あの男が私が嘘をつくように見えますかって言ったあのタイミングで消費税で、ちょうど自由化門戸開放のタイミングね、物の出し入れでね、物の売り買いで入ってくるものに対して国内産業を守るために叱るべき税金をかけるっていうこと、その部分の最終ね、その部分の収入ががっぽりなくなるからね、え、我々の懐から取るっていう話になるわけでしょね。え、そうでしょね。え、だけどね、え、物の売り買いにね、え、物の売り買いに税金をかけないでどんどん入ってきてください。必ず言われるんですよ、消費者に還元されますって。ねえ、物が安くなる、安くなってますか皆さん。ねえ、そうでしょ、チョコレートだって小さくなってるでしょ。海外から入ってくるカカオで作られているんだから、
砂糖だって海外から入ってくるんですよ、多くは。ね、海外から入ってくるものの塊であるチョコレートなんて、ね、半額になったっておかしくないでしょ。ところが値段据え置きで小さくなってるんです。当たり前です、ね、それを求めてる人間はみんな横島な人間で、ね、安く買って高く売ろうと、安く買った悪いものを高く売ろうといつも画策して、その末に関税引き下げって言ってるだけだからですよ、ね、なんで我々自分の首を絞めるために、ね、彼らを儲けさせるためだけに、ね、そしてわざわざ国内産業を潰す 手助けをするために我々の懐からお金持ってかなくちゃいけないんですか、ね、だから皆さんに言いたい、ね、ここでトリプルパンチで日米 FTA までやられちまったら、そして今度中国の首脳とも会おうとしてる、なぜか RCEP ですよ、ね、CPTPP 日オ EPA、ね、日米 FTA、 そして RCEP、 果てはメガ FTA の F ターブなんていうのも名前が出てる、ね、地獄の3丁目4丁目5丁目限りがないんですよ。だから皆さん、ね、この消費税増税が何の穴埋めか、ね、何の穴埋めか、ね、寝切りです。その寝切りのためにも地獄の三丁目である日米 FTA にも反対しましょう皆さん。そしてあのトランプ、あれも人間です、あんなんでも人間です、ね、来る分には構いません、ね、来る分には構いません、ね、ただし末席に椅子を置くな、相撲を見て帰れ、楽しいだろ相撲、発見より残った残った、おーワンダフル帰れ、ね、何もしないで帰っていただきましょう。そのためにも皆さんね、トランプが5月26日に来る日米 FTA、 そして消費税増税、このことも合わせて皆さん考えましょうよ。そして財務省、ねえ、最初からグルなんだよこいつらは、ねえ、私はね、確かに、あ、これ言っちゃっていいですか、さっきの民主党政権批判は OK ですか、ねえ、さっきの民主党政権、ねえ、なんで、ねえ、なんとか民主党って下につくと、あ、まあいいや、ちょっとごめんなさい、ちょっと表現もちょっと変えよう、ね、なんとか民主党って下についてる人たちと野党共闘で叫んでもいまいち支持が伸びないか選挙で勝てないか当たり前なんだよ、ね、なんとか民主党、なんとかがなかった時代のことを思い出せ。民主党政権下で、ね、やってた過ちをちゃんと土下座をするぐらいに謝って道を正しますって言って、例えば TPP とか、例えば日曜 EPA とか、例えば日米 FTA とか、絶対にやらせませんって言わないからなんだよ。で、ね、バスに乗り遅れるな、カンナは、うん、まあいいや、配達は飲みません、嫌いだったら、あのおまわりさんに、プロレスごっこですって言ってあげますから、ビンタ3発まで許しますから、そのぐらいの覚悟では来てます。裏に回ってピンタの子じゃなくても我慢しますから、ね、ね、バスに乗り遅れるのは菅直人も確かに TPP やなんかのことでは評判悪いけど、だけどそもそもの発端は麻生太郎の財務省ですよ、 TPP 言い出したの、ね、自国の税収をわざわざ減らすようなことをしてんですよ、ね、その末であれができない、これができない、福祉にも手が回んない、だからあんたらの懐から出せが消費増税でしょう、たまったもんじゃねえんだそんなおた、ね、だからこそこの財務省、ね、ここは本当に罪深い、100万回死んだ猫でもあんたら引き合わんよ、ね、そういうことで皆さんちょっと、叫ばせていただいてよろしいですか、ね、で、太郎さんね、私はね、ただ拍手しに来てるわけじゃねえよ、
だそうだって言いに来てるわけじゃねえよ。だけど太郎さん、はっきり言わせてもらおう、愛してるぜ。そして皆さん、愛してます。いろいろ文句は言うけど、このバビロンシティ、デッドシティで一番のコンプレインネイバーだけど、だけどね、こんなめんどくせえことしてんのも愛でしょ皆さん。ねえねえ、てめえふざけたこと言ってんじゃねえって、もしかしたらナイフ出されるかもしんねえこと承知でね、ハグしようぜっていうのが愛でしょ皆さん。ごめんねごめんね、変なこと言っちゃって。はい、じゃあちょっとバビロン燃やそうぜ。はい、見てたら分かる通り、何でもあれです。何でもあれですからね、喋りたいこと喋って自由に時間を作っていただきたいと思います。ありがとうございます。で、続いての方、もうお話しされたい方がいらっしゃいますので、この音楽が終わった後にマイクを回したいと思います。ちょっとお待ちください。ありがとうございました。すいません、続いてですね、すいません、お話しされたいって方が前の方にいらっしゃってます。じゃあマイクを渡します。皆さんこんばん、こんばんは、こんばんは。私の車椅子はオスプレイのエンジンがついてないので、ちょっと下からお話ししたいと思います。日本は今どうなってるか知ってますか？今は日本はね、世界にもない、日本にもない世界にもない大変なことが起きてます。それは10代20代30代の若者の死亡の1位半数が自殺なんですよ。つまり死亡がないんですよ。私も50年以上前、ガキの頃は学校に行く時にね、靴も買ってもらえない、結局
わらじとかね、草履で来て、でも私は、あの田んぼがあったから、靴買ってもらったので、学校に行くとね、時々靴がなくなんですよ。一回二度ぐらいすると、その靴が、ね、出てくるんですよね。つまり、山の子供たちはね、靴買えないから、あの靴を持ってる子は恨ましかったんでしょうね。でも学校の先生はそれよくしてるから、ちょっと怒ってね、取り返して私に返してくれました。でもね、自殺まで追い込むようなことはありませんでしたよ。今は自殺まで追い込むような、そんな学校教育、私も教員免許を持ってますけどもね、本当に今の教育制度はね、本当にとんでもない状態です。私あの田舎でね、兄貴が交通事故で頭ぐちゃぐちゃになってフォローしなきゃいけないので、結局田舎から出れなくて、実家の近くに苦労してちっちゃな小屋建てたんですけどもね。そしてまあ払い終わったんだけど、頑張りすぎてね、股関節をきっちり潰して、それで車椅子に乗るようになってしまったんですよ。それで田舎ではね、どういうことが起きてるかっていうと、田舎にはね、30年40年前はね、工場がいっぱいあったんですよ。それでね、まあ東京に出ていく子もいたけども、出てなくても田舎で働こうと思えば工場があったんです。ところがね、今は工場がほとんどなくなった。なぜかっていうと、賃金の安いところにね、工場を持ってくるってことで、台湾、中国、いろんなところに持ってってね、もうなくなったんですよ。もう2年前ね、あの約半年四国をずっと回ってみたんですけどもね、田舎の奥の方に行けば行くほど農家が見えるけどもね、その農家にあの牛舎とか鳥小屋あるんだけども、あれ放題になってるんです。なぜかっていうと、牛もね、馬も、あ、牛やあの鶏を買ってもね、商売にならなくて結局倒産してるんですよ。それ日本中そうなってますよ。そんでこの間安倍晋三がね、アメリカで何を言ったかっていうと、2兆円のね、農産物を買うって言ったでしょ。2兆円っていうのはどういうお金かっていうと、日本の農産物のね、あの総生産が45兆円ですよ。45兆円の農産物をね、我々食べてるんだけども、まあ輸入もしてるけどね、その半分近くをね、輸入したら日本の農業生産は潰れてしまうんですよ。農業生産が潰れると海外に食料依存するってことは、食料はね、兵器なんですよ。つまり食料を取り上げたら、その国を潰すってことはね、今の歴史を見れば、今まで あのヨーロッパの歴史を見ればみんな分かることです。そういうことを今安倍晋三はね、アホンだから小学校程度のなんか漢字を読めないとか読めるとか、まあはっきり言えばそういうことだって。それじゃあね、歴史も勉強しない、経済も勉強しない、財務も勉強しないようなね、ヘラヘラとね、新しい専用機を買って遊びに行くんじゃダメなんですよ。私は何を言いたいかっていうとね、私今あの二十歳前の障害でしたから、結局障害者年金今もらってますけどもね、その障害者年金もね、あの国民健康保険税と介護保険料引かれると、一時障害年金でも7万6000円ですよ。7万6000円でね、アパート代、電気ガス水道携帯払ったらね、ご飯代がね、もうほとんど残ないんですよ。だからまあスーパーの、あの30分ぐらい前に行くと、あの売り残りを半年ぐらいにしますから、それを買って食べてますよ。そういうのがね、今の大体低所得者の実態なんです。皆さんもね、働いてるじゃいいかもしれないけども、働けなくなるとね、そういう状態って悲しい話なんだけどもね、行ってるスーパーにね、あの時々ね、おまわりさんが来るんですよ。私見ないんでよく見るんだけどね、何やったかっていうとね、お年寄りの70、80の方がね、わずか百数十円のあの総代費を四つにかっぱらってね、それに使って計算出されてね、それをね、まあ本当に話、悲しい話ですね。そういうことに今で起きてるんですよ。現実問題として年金をどんどん削られてるでしょ。とんでもない話ですよ。何十年も払った年金のね、原資をね、6割も八百長、私も株やったことあるから分かるけど、株ってのは八百長なんですよ。それでね、大株主は儲かる、我々の年金は6割もぶっ飛ばされたらね、当然でしょうね。だけど分かってると思いますけども、あの年金にはね、3つの制度、国民年金と、あの共済年、あ国民年金、
あの一般の、事業主で、あのそれあと、あの、厚生年金会社員ね、もう一つ共生年金公務員の、それ三本をあの民主党時代に一緒にするって話がダメになったんだけどね、それをねもっとね一本して、もう年金はね最低の生きるお金にしなきゃダメなんです。そしてね、どういう人も生きれる社会、そういうことを構築するってことがね今の日本です。もう一度言います。若者のねもう10代20代30代の半数が自殺なんていうのは、こんな国はねもう日本崩壊ですよね。こんなことはダメです。もっと声を上げないと舐められて、皆さんもいつかはね働きになったら餓死するか自殺に追い込まれるようなそういう時代です。山本太郎さん頑張ってお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな感じでですね、あなたの思ってることを話したいことをどんどん、声にしていただけたらと思います。でですね、続いてなんですけれども、ありがとうございます。じゃあもうこのまま続けて、スピーチされたい方、行きたいと思うんですけども、ちょっと待ってください。先にね、手が上がっちゃってた人がいるんですよ。すいません、こちらに来てお話しくださいますか。財務省前におきまして、愛を叫ぶ企画でございます。財務省の皆さん、お疲れ様でございます。ぜひ市民の声にも耳を傾けていただきたいと思います。皆さんこんばんは、高橋翔吾と申します。2016年の東京都知事選、その後の都議選と立候補しているものです。その時に立候補した理由はですね、氷河期世代以降の若い方々を救済するために、国政の政権争いと小行政を切り離す、それを目的として立候補しました。国政は大きな権力のために議席を争う、そしてその利権を求める背後の団体、各政党の背後の団体、その、まあ、これはあの概要ですよ。さまざまな団体が利益を求めるために、その代理戦争の場にしてしまう、それが国政の議員内閣制の弊害なんです。地方行政と国政は違うんです。国政がもし悪い政治をしていたならば、私たちのもししていたならば、その悪い影響から私たちを守る最後の盾は地方行政なんです。しかし今私たちはその国政の政権争いのために、地方行政の地方議会の選挙を争おうと、私たちの生活よりもどこそこの政党が勝てたとか、そういった目的で私たちはやってしまっていませんか。その時に私は各政党の代表に連絡したんですよ。都知事選の時に安倍さんにも、民主党の 時もその時にですね、山本太郎さんは、まあ、その時はその電話には出ていただけなかったんですけれども、反応していただいたんですよ。国政の政権争いを目的にして、そのために私たちが生活を投げるって、都知事選でですよ、私たちの生活そのものを守ろうとせずに、どこそこの政党に勝つために投票せよ、そう言っている方々が何百万人もいる。それがこの東京であり私たちの社会なんです。では今毎年40万人以上人口が減っているんです。戦時中のようなものですよ。では戦争反対と言いながら、今現に若い人がいなくなっているという現状に立ち上がろうとしている人はどれだけいますか。私たちは市民です。特権を許さない民主主義社会の市民ですよ。人権である選挙権を私たちは行使する、投票、そして私たちが被選挙権を行使するという前提をぜひ皆さん考えてください。山本太郎さんは一人になろうとしている。では男として一人で立ち上がろうとしている人を応援しない、そんな筋はないでしょう。
では皆さん、皆さん、特別な人が政治家になる、そうではないんです。被選挙権は人権なんです。自分が立候補する、悪い政治家ばかりなら、良い政治家がいないなら自分が立つ、その前提を持って応援しなければ、誰かに任せようとする人たちの代表、それが信用を得られますか。皆さん、気概を持ってください。民主主義社会の市民としての気概を持ってください。氷河期世代の若い方々が家庭を持つ、それも人権です。家庭を持つ権利も侵害されて、毎年40万人いなくなって、今からさらにそれが増えていくんです。ではこの、私はその今までその超行政と国政を切り離そうとして訴えてきましたから、国政のことはあまり言わないし、こういう場にも立つことはなかったんですけれども、その消費、この消費増税もそうです。国政のそのさまざまな唱えられる公約が別の思惑を持って行使されてしまう、それを変えようとするのは私たちの平等の市民としての矜持、その選挙権なんです。ぜひ皆さん、あまり多くの人に悪口を言わずに、敬意を持って、いかに悪い政治家であったとしても、その人が市民に対して、人に対して敬意を払わなかったとしても、私たちは敬意を持って市民としての筋を通しましょう。良い選挙に、そして良い社会にしましょう。そして皆さん、若い人たちを助けてください。お願いします。財務省の前で愛を叫ぶ、もう本当にカオスになってまいりました。それぞれみんな好きなことを語りすぎ、それでいいんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは財務省前をお借りいたしまして、みんなで愛を叫ぶということをやっております。先ほど敬意を持って、人に対して言葉を、伝えることが大事だということをですね、先ほど登壇された方が、おっしゃってました。確かにその通りだと思いますけれども、デフレが20年続いている時に財政再建なんてクソったらな、何がプライマリーバランスだ、クソったらな、金を出せというわけでですね、財務省の前で愛を叫ぶ、続いての発言者の方いらっしゃいますか。じゃあその先頭の方、よろしくお願いいたします。出てこい出てこい、なんか喋れ。こんばんは。こんばんは。ここに立ちたかった、立ちたかったです。財務省の皆さん、日本で一番優秀な大学を出て、そして官僚の中の官僚である財務省の皆さん、皆さんだったら国民の皆さんの声が分かるはずだ。国民に忖度してもらいたい。そしてここに書いてありますけれども、山本太郎が総理大臣、未来の総理大臣は、だったら忖度するのは山本太郎ですよね。私はね、ぜひ山本太郎さん、そして国民に忖度して税金を減税する、消費税を下げる、そして法人税上げる、これじゃないですか。あるところから取る。地方はね、ほとほともう冷やしてるんですよ。生活はもう本当に大変なんです。格差も拡大してるんです。そして金持ち優遇の今の税制に飽き飽きしてるんです。山本太郎さんに忖度させるためには選挙に勝つしかないんですよ。今ね、令和新選組は諸派になってる。
構差がある。でもね、選挙で国民の皆さんのほとんど 57% が消費税に反対です。国民は優しいから、優しいからね、耐えられると思ってる、黙ってると思ってる。ここに集まってる皆さん、我々はね、黙ってないですよね。減税ですよね。凍結じゃなくて減税です。今求められてるのは減税です。私は先ほどね、党員で出たって方いらっしゃったけど、私国政選挙ね、3回出てる。実は参議院選挙2回出てる、ね、そして衆議院1回出た。でもね、その時毎回言ってるのが、消費減税の、消費増税の前にやることたくさんあるでしょ。国民の声を聞こえよ。減税です。減税、減税、なんといっても減税、今必要なのは減税です。消費を拡大して税収を上げる、そしてあるところから持ってくる、法人税を累進課税にするとかね、山本さんが言ってることは正しい。これが国民の声ですよ。主権者、この国の主権者は国民です、我々ですよ。その声をちゃんと聞いていただきたい。そして今官僚はですね、財務省ちょっと押されちゃってて、経産省がのさばってるそうです。やっぱり財務省さんに頑張ってもらわなきゃいけない。そして国民の支持を得てね、官僚とお腹の官僚たる力を見せつけてもらいたいんです。そして山本さんを忖度して、国民を忖度して、ぜひ今回減税してもらいたいと私は思いますが、いかがですか。もう言いたいこと言ったんで次に帰ります。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでですね、本当に皆さん、もう消費税も何もないですね。もうね、好き放題自分の言いたいことを言うっていう会になってまいりました。ご承知いいと思います。ね、自分の言ってることを人に聞いてもらえた時って最高に気持ちいいですよね、おそらくね。なのでそういうことで、どうか私にも喋らせろという方いらっしゃいませんか。じゃあ後ろのその男性ですね、そのまま前の方にいらっしゃってください。こっちの声の出方がちょっとしんどいかな、返しが弱い。はい、キューブね。ちょっと待ってくださいね、今。財務省前で愛を叫ぶ大きな音でごめんなさい、財務省の皆さん、皆さんお一人お一人が愛を叫びたいということでこの場所にいらしております。続いてのスピーカーの方です、どうぞ。23歳の、音楽やってます。自分は、つい最近まで本当に政治にはあんまり興味正直なかったです。で、最近になって自分も社会に出て、働いてたんですけど、やっぱり引かれる税金とかはやっぱ目に見えて多いなって思いました、正直。で、じゃあなんで多いんだろうって自分で調べたときに、テレビのニュースとかで政治家の人たちが喋ってる言葉は、自分がバカかもだけなのかもしれないんですけど、意味が分かんなかったです。その中で山本太郎さんの声は響きました。で、とてもよく分かりやすかったです。選挙権は18歳からですよね。18歳にも分かるような言葉で演説しない政治家だって僕は信用できないと思います。ツイッターでこうやって他の方々が喋ってたことで、若者がすごい虐げられてるっていうか、そういう苦しい思いをしてるってすごい言ってたことが、すごいそういう発言をしてもらったことはすごい嬉しかったです。でもこうやって上から見てみるとすごいよく分かるんですけど、
多分ですけど、あんまりいないと思います、自分と同じぐらいの年代の人は。でそれがすごい悲しいです。もっとこれなんかカメラとかちょっとあるんで、もし YouTube とかに上がったり Twitter に上がったりするんだったら、ぜひその場でリツイートとかファボするだけじゃなくて、ここに来てこうやってマイク貸してくれたりするんだから、自分の言葉でもっと言ったりとかしてもいいと思うし、もっと自分らが喋っていかないといけないんだと思います。もっとこの場に来てほしいです。同じくらいの年代の人たちと政治の話したいや、政治の話するのダセーっていうやつがダサいっす。この間選挙にも自分あの区の選挙行ったんですけど、全然人もなんかすっからかんで、なんか若者ってどこにいるんだろうって思っちゃいました。 AKB のコンサートとかなんかそういうとこにしかいねえのかなっていう。俺はもっとこういうとこで自分たちと同じ年代のいろんな人と喋りたいです。ありがとう。分かってるはずです。多分自分と23ぐらいだったら、ちょうど社会に出て自分たちの給料明細でこう見て、税金をどのぐらい引かれてるのとか、車のあれだって上がってる、税金だって上がってるのに、その車持てないなんて当たり前だと思います。今の給料じゃ、山本さんがそういう最低賃金1500円とか言ってくれたのはすごく大事なことだと思いますし、僕は当たり前だと思います。いいと思います。ありがとうございます。なんでこれからもっと自分は周りの人とかにも山本太郎さんのことを話したいと思うし、自分は山本太郎さんの話を聞いて政治に興味を持ったんで、こういう人が僕は総理大臣になればいいなと思いました。明大前のなんか前 YouTube で見たんですけど、なんか明大前のスピーチとかで大麻取締法とかにもこう追及してて、すごいなと思いました。そんなこと言う政治家いないじゃないですか。だって海外に行けばすぐ分かるし、自分ロンドン留学したんですけど分かります、今日本がどうなってるのか。でこれから小さい子とかが中学校高校生して社会に出たら、出てくときにネットでいろいろ学ぶじゃないですか。ネットでは海外の情報たくさん入ってくるじゃないですか。話が矛盾してると思います。そういう子が大人になった時に、路上とかで渋谷メルトダウンって言われてますけど、路上とか電車の上とかでアルコール飲んでぶっ倒れてる人たちを見て怖いって思うのが当たり前だと思います。変えなくちゃいけない法律はこれの他にもたくさんあると思います。ぜひ頑張ってほしいです。ありがとうございました。まあもう皆さんルール分かりましたね。好きなこと喋るっていうだけなんですよ、これも。まあできればなんか消費税やめてみたいなこともね、言っていただけると、この元々の趣旨にもそうかなとは思うんですが、好き勝手喋った後にそう言っていただくということで、お次何か喋りながらいらっしゃいますか。じゃあ次、女性。ありがとうございます。すいません、なかなか女性でやらなかったんで。そうなんですか。あてですね、皆さんすいませんね、財務省前で愛を叫んでる皆さん、山本太郎に関するいろいろは今日はどうでもいいですからね、皆さんの心の内を叫びを聞かせてくださいということです。ありがとうございます。続いての方です。皆様こんばんは。何も考えずに手を挙げてしまいました。どうしても言いたかったことは、仕事柄いろんな方々、特に商店街とか会います。飲食店の方にも会います。皆さん本当にこれ以上消費税上がったらやっていけないってほとんどの方おっしゃってます。大手の方以外、例えばこの間お話をしたお料理の洋食の方は、この小麦粉バターが上がってしまって、どうしようと、もうこの先1000円の価格のピザを売るのに1200円にできるのかと迷ってると。でも上げられないよね、
どうしようと。でそういったお店の周りの商店街はシャッター街です。それは皆様のあの地元のよくある景色だと思います。私たちはこのシャッター街、身近にあるシャッター街、それは一体どうしてそうなったのかというところを本当に深く考えなきゃいけない時期に来ていると思います。それは私たちのお買い物、それこそお財布の中のお金にも直接してきます。山本太郎さんがこうやって財務省の前で愛を叫ぶということで、増税をね、政府の方が考えているということで、本当にやめてほしいです。国民の声を聞いてほしい。日本からシャッター街をなくしてほしい。なくすためにはどうしたらいいか。私たちの収入を増やすこと、物を買う力を取り戻すこと、私たちが力を取り戻さなきゃいけないと思います。本当に期待しております。もう足が震えてもうそろそろ降りようかなと思いますが、本当にそういう意味では私たちは団結をして、自分たちの地元に太郎さんみたいな人を作って、もうその人たちを送り込んでいく、そして私たちの声を政治に変えていく、そういう時代が来ているのかなと思ってます。今日は希望をありがとうございます。これからも続けていきます。足が震えてますっていう喋りじゃなかったですけどね。どうかされてましたね。財務省前で愛を叫ぶ、ね、もう1時間経過しましたよ。だんだんちょっと慣れてきたんじゃないですか。何でもいいってことなんですよ。これマイク握りたい人も好き放題喋ろって話ですね。でも少し消費税について触れてくれれば嬉しいなという気持ちもあります、主催者としてですね。あ、では続いてどんなかお話したい方、有名人の方じゃないですか。見ましたよ映画。どうぞどうぞこちらへ。映画のタイトル選挙でしたか。ああ選挙の主演ですよ。そうなってる感じなんですよね。いやー素晴らしかったですよ、はい、じゃあマイクを渡します。山本原さんありがとうございます。54歳、主婦をしております。前に悪名を高き自民党で議員をやっておりました。すいません、自民党が収まったままで消費税がどんどん高くなって本当にすいません。財務省も一緒に謝ってください。 5%、8% したせいで日本は本当にダメになってきました。山本太郎さんが言われるように8% の、まあ、当然はもちろんダメですよ。8から10はダメですけど、 8% の凍結もダメなんです。少なくとも 5% 下げてみんなの購買力をもう一回高めないと、さっきのね女性の方が言われたようにシャッター商店街もっと増えますよ。だって 8% のままでも今すでに4月からいろんなもの値上がりしてるんです。僕主婦だからよくわかるんですけども、買い物やっぱり少しずつ控えてますよ。より安い、そうですそうです、どこ行ってもシャッター通りなんです。だから本当に、で僕野党に言いたいことはもう死のものを言わずに、次の選挙、もう選挙近づいてるんですよ。次の選挙の争点は憲法改正なんかじゃないんですよ。消費税です。 8% の凍結をおそらく安倍政権は言っていくでしょう。それに騙されてきません。野党はみんなで山本さんが言うように結集して最低でも 5% 下げるんです。 5% 対 8% の戦いにしないと選挙勝てません。選挙に野党が勝ってできれば政権交代を起こしてくれればみんなの生活間違いなく良くなりますよ。安倍政権が今作まだ何年も続くようなら本当にこの国は衰退していきます。そうですよね財務省の皆さん、頭がいい人なら分かるはずです。消費税をどんなに高くしてもこの国はみんな幸せになりません。なんとかお願いします。消費税を下げること 5% にすることも公約にして
野党は結集してください。それでしか勝てないんです。本当に憲法改正にはごまかされちゃいけません。そんなものは選挙争点じゃないんです。本当に皆さん協力してください。令和新選組山本太郎さんが言われた経済政策、これまともな経済政策言ってるんです。 5% いきましょう。 5% まずは 5%。 ありがとうございます。54歳主婦でした。ありがとうございます。ありがとうございます。財務省前で愛を叫ぶ。財務省に足りないのは愛だ。ということで財務省に向けて愛を叫ぶ人々が集結しておりますが、もうそろそろ帰りの電車間に合わなくなるという方がいらっしゃいましたので、優先的にその方に一回おしゃべりいただきます。どうぞ。東の松山市というところから来ました。全世界消費税をなくす会の代表の前泉と申します。シンガポールでは93歳の総理大臣が消費税をゼロにしたそうです。で、消費税がこの間上がった分は全部法人税減税に使われてます。中小企業も法人税は、私も会社ちょっとフランチャイズで経営したんで大変だったんですが、上げなく、下げてもいいと思うんですけど、大企業は出してもいいと思います。っていうのは例 のソフトバンクの孫さん、まあ、坂本龍馬が好きっていうところでは合ってるんですけど、彼が払ってる税金はなんと800万だそうです。で、消費税の戻り税をいっぱい取ってます。ぜひ、で今度の消費税の値上げ分はですね、全部軍備拡張に当たると。で、安倍さんがですね、1兆円かけて戦闘機100台買いましたよね、100機、はい、ね、1兆円ですよ。で、こういうことをぜひ阻止しましょう。で、私、そこの駅にですね、7時23分に乗らないと帰れないもんですから、それにまたあといっぱい喋った人がいるので、どのくらいにしてきます。ぜひ消費税廃止で頑張りましょう。財務省前で愛を叫ぶ。財務省に足りないのは愛だ。というわけでですね、続いてどなたかお話しされたらいいですか。すいません、今私ここ今のハイハイハイというフラッシュバックしたの、相撲取りの稽古の途中のハイハイハイってやつをフラッシュバックした。すいません。じゃあそちらの続いてまた女性の方、手前のちょっと音が薄いかな。こっちには来てる。外の皆さんどうですか、声届いてます、大丈夫ですか。もっと上げてもいいかもしれないです。はい、お待たせしました、よろしくお願いします。マキノと申します。あまり考えてなかったんですけど、一つはもう皆さんに選挙に行っていただきたい。ここにいらっしゃる皆さんは自分お若いだと思うんですけども、近くの方と選挙の話をぜひしていただきたい。今度の日曜日には足立区で区議選と、区長選がまずあります。政治を私たちが変えられるのは選挙に投票することと、あとはこういった集会デモをすることだと思うんですけども、まず近くの方だと選挙政治の話をしていただきたいと思います。私も横浜市議選で少し選挙が変わりまして、すごく、ドキドキして選挙に関わって、後ろ指を周りの人から刺されるんじゃないかとか、すごく緊張したんですけども、選挙は結果は残念な結果に終わったんですが、
周りの方から意外な反応がありまして、すごく良かったね、いい経験ができたね、やっぱり大事なことだから確保することは大切だと言われて、ぜひ皆さんにも選挙を投票していただきたいというふうに思います。でこれはちょっと付け加えなんですけども、次の、日曜日の形で私が応援している所属で市民派の土屋典子さんが候補しています。もし足立区民の方がいて、都内方に推薦できるようであればぜひ、土屋典子よろしくお願いします。であとは先ほど太郎さんがおっしゃってた消費税は、廃止ですね、減税国は廃止でやっていただきたいと思います。財務省の方どうぞよろしくお願いします。後ろで手を挙げられている方、そのあなたですよ、今振り返った方、もう一回手を挙げてください。眼鏡かけてる方かな、後ろのその方どうぞ。ライトにレフトに振っていきますからね。もう消費税 10% なんかにされたらこの国は持たない。そりゃそうですよね。顔出し NG です。次の方、撮影されている方お気遣いください。顔出し NG でございます。ちょっと待ってくださいよ。大丈夫ですか、今メインカメラの方を。ここら辺映りにしてもらえたかな。その数で大丈夫、大丈夫 OK。 あ、じゃあちょっとでも出入りの時見えるんじゃん、そっちやったら。すみません、やりながら進んでおります。ありがとうございます。じゃあどうぞ、大丈夫ですね。じゃあそのカードのフィックスで、はい、そのままフィックスいただいて、すみません、ありがとうございます。じゃあこの位置で、この位置あたりで喋っていただければ。すみません、24歳の社会人です。カードセット持って帰りません。財務省の方にはいろいろ申し上げたことがたくさんございまして、この場をお借りして述べさせていただきます。まずはじめに、山本太郎さんありがとうございました。いつもYouTube とかで三沢先生との対談だったりだとか、国会においての発言、拝見しております。本当に勉強されてて、私は国士だと思っております。今後とも陰ながら応援しております。財務省の方に申し上げます。消費税廃止してほしいです。若者にお金をたくさんください。我々若者は、偉大な先輩方から受け継いだこの国をですね、もっと発展させていきたいと思っております。そのためにはお金が必要です。社会保障費はどんどん値上がりしております。消費税も上がっております。我々若者にとってどん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 暮らしづらい社会になっております。プライマリーバランスだとか、本当にやめてほしいです。緊縮財政やめてほしいです。消費税 26% なんてやめてほしいです。 IMF に、IMF に頑張れ、回しろ。IMF に国際機関に役員を送っていることを私たちは知っています。海外の声だからと言ってふざけたこと言うのやめてください。
いけいけ、我々国民にお金をください。GDP の速、最後で、頑張れ足が触れるのはすごい分かりますね。もうすぐ触れております。GDP 速報値が、昨日出ました。国内の消費が落ち込んでおります。消費税が上がればもっと落ちるはずです。菅官房長もすいません、ちょっと漢字がなくて申し訳ないです。菅官房長官はファンダメンタルズはしっかりしているとおっしゃっていました。本当にそうでしょうか。どうな質が消費増税やめてください。消費増税は GDP の要である国内消費を絶対下げます。誰でも闇売りだけ。頑張れ。最後に余裕が減っただけだ。税、消費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 税、山本太郎先生、本当にありがとうございます。今後とも応援しております。竹田郎ですが、よろしくお願いいたします。今年として、我々若者に夢と希望、そして活力をください。顔出し NG でどういうことになるかと思ったらまた一人財務省前でスターが生まれましたみたいな話になってきますから、これね、いいですね、これね、もう毎週のように開いてもうスター誕生みたいにしたいですよね。ありがとうございます。財務省前で愛を叫ぶでございます。じゃあ次はレフトの方ですね。あ、別にあのライトレフト言うて右翼左翼の話じゃないですからね、これ。そういう分け方してませんから、はい、すいません。じゃあこちらの方、どなたかいらっしゃいませんか。あ、じゃあ今最終手を挙げてくれたあなた、はい、そのまま手を挙げてください。はい、あなたです。顔出し大丈夫ですか。ありがとうございます。どうもお願いします。僕はさっきの23歳の人、発言してくれた人の勇気もらって、立たせてもらいました。僕19歳の、大学生です。奨学金どうなってんだって話ですよね。僕友達がいますよ、僕友達がいますよ。その子浪人してます。なんで浪人したかって、ずっと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 行きたい大学があったんですけれども、その友達なんで行かなかったか、私立で行けなかったんですよ。公立が落ちたから行けないんですよ。なんでかって、その子は母子家庭だから。僕も母子家庭ですよ。でもそのお金がうちにはおばあちゃんがいたから行けた。でもね、行けない子がいるんですよ。私立が行けない子が、奨学金ない、奨学金がそこまで高くないから、僕は本当にそれが悲しくて悲しくて悲しくてたまらない。すいません。それでね、今税金上がろうとしてる、消費税が上がろうとしてる 10% ですよ。考えてこれやりますか。僕今小遣いが今月に5万円です。
それ5万円、1年間、12ヶ月ですよね。6万円ですよ、6万円払われなきゃいけないんですよ、1年間で。ありますか、そんな話。6万円ですよ、大学生1年生、19歳、6万円払ってるんですよ。家賃だよ。家賃です、家賃ですよ、本当に家賃です。僕地方だから分かるんですよ。僕のおばあちゃんいるんです。僕の近くに実家におばあちゃんがいるんですけど、昔は働いてたからちゃんとお小遣いお小遣いくれた、行くたびにお小遣いくれた、5000円くれた、1000円くれた、そういう時あった。でも最近おばあちゃんのところ行ってもお小遣いくれない。でもおばあちゃん大体背中で語ってます。お金ないんですよ、お老人お金ないんですよ。しかもでも僕は山本太郎さん、今年夏何かアクション起こしてくれると思います。税金、消費税下げてくれるんじゃないかと信じてます。皆さん頑張りましょう、一緒に応援しましょうよ。だから今日僕留学生と友達の留学生がいるんですけど、その子がバイク買いたいって言ってたんで言いました。もうちょっと待って、下がるから、税金下がるから、絶対下がるから、だから買うの待ってくれ言いました。皆さん応援しましょう、ありがとうございました。ロスジェネ若者のコロス機か、ロスジェネ若者のコロス機か、財務省買いたい。ロスジェネ若者のコロス機か、財務省買いたい。減税減税財務省、減税減税財務省、財務省目を覚ませ。目を覚ませ。そうそう、こんな感じ、こんな感じ。初めてなんとなく形になってきたような気がしましたね。財務省前をお借りいたしまして、皆さんで愛を叫ばせていただいております。財務省の皆さん、愛してますよ。だからもっとみんなを愛してほしいんです。もっと忖度してください。ということで、続いてセンター付近の方でどなたかお話しされたい方いらっしゃいますか。ちょっとごめんなさい、そちらの方ずっと手挙げてますね、最初から。すいませんね、あえて当てなかったわけじゃないですよ。すいません、じゃあどうぞ。顔出し大丈夫ですか。ありがとうございます。最初に言ってくださいね、顔出し NG かどうかは。顔出してます。さっきの方は54歳主婦ということでしたが、僕は55歳失業者です。よろしくお願いします。前は通りすがりのサラリーマンでしたが、今は通りすがりの失業者です。それでですね、消費税について調べてみました。これはね、30年前に導入されたんですね。だけど昔大平正義が行政しちゃったけど、総理だったもう50年も前から間接税っていう導入の話あったんです。なぜか税制が足りなくなって社会福祉に回りませんという立て付けだったんですよ。それで何度も何度も反対食らって、中曽根、竹下、ここら辺まで引っ張ってきました。それで村山富一の時にスルッと通っちゃったのは何でかというと、考えてみてください。消費税ってどんなもんか、間接税、これは誰にでも買い物したら同じ率で税金をひったくるっていう法律ですよね。昭和の時代にはこんなもんなかったんですよ。今消費税いらないというああいう議員が言うと、バッカじゃないのっていう人もいます。夢見てんじゃないよっていう人もいます。だけど日本の高度成長期は消費税はなかったんですよ。ここに皆さんは分かってるかもしれないですけど、財務省が間接税もないと不平等だとホームページで書いてます。この理由なんだか分かりますか。
所得税は現役世代から取るから、高齢者や普通の学生、ここから取らないのは不公平だって書いてあるんですよ。皆さんびっくりしませんか？タンス貯金、株で儲けてるジジイ、俺もジジイだけど言わせてもらうけど、不動産のあるジジイ、こういう連中から金を取るのは間接税だと、そういう立て付けを言ってるんです。信じられますか？さらにこれ本当に血圧130ぐらいになりそうになったけど、驚きましたよ皆さん。あのね、消費税は間接税は不景気でも安定した税収が得られるので国政が安定しますって書いてあるんですよ。所得税は不景気の時に収入が減るから取れなくなる。だったら前年の収入で税金取るのやめろよ。ずれてるんだ言ってることが。まあそれはさておき、間接税は不景気でも取れる、この一言の意味わかりますか？財務省はすでに国民に対する景気の責任を放棄してるんです。景気っていうのは株価の維持、 GDP の拡大、これだけで言ってるんですよ。新聞社もそうです。そこを我々は、あ、景気いいんだって言って会社に行って、あれ給料これっぽっち、税金は日々スーパーに取られて、スーパーはそれを財務省に取られて、ひいひい言ってるわけです。これ全然茶番じゃないですか。そもそもみんなが所得がちゃんとあって、中流、一億中流なんて昭和の時代言われてました。そんな時代だったら、じゃあちょっとぐらい払ってやってもいいやと、それでスタートしたわけです。貧しい人からも取るの不公平じゃねえっていう話があったんだけど、村山富市の時にもうちょっとぐらいいいんじゃねえって始まったのが、どん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 消費増税になって、所得税下げてる理由もそれなんです。財源が足りないから消費税にして、所得減税すっから、これがまた、なんだっけ、あの、なんかこう言いましたね、土佐県知事の、じゃね、高知県知事の兄貴の野郎、あの野郎が 5% にした時は大減税と一緒に抱き合わせにしました。これで騙されてるわけですよ。今はどうなんだと、これだけ貧しいと言ってて、俺のような失業者もいて、なのに何が GDP だよって話ですよ。そう思ったら消費増税っていう連中のがよっぽど無神経で恥ずかしいんです。国を何だと思ってるんだって話なんですよ。助け合うことが国だろう。貧しい人から税金取る消費税なんか恥ずかしくて推進してんじゃねえよと言ってやってください。皆さん削れっていうから来たらそう答えてやってください。消費増税は絶対に間違ってます。あったらいけないです、この今の日本には。そうです。消費税廃止、増税延期もありえない、消費税廃止、ありえない、増税延期もありえない、消費税廃止。ありがとうございます。ありがとうございます。熱く熱く51歳無職の方に語っていただきましたね。金配れっつうの、本当に何が国の借金だっつうのよ。自国通貨建てで借金してて、自国通貨が発行できる能力あって、どうやって破綻するんだっつう話だよ。
もっと金を出せ、金を出せ。財務省に足りないのは金と愛。え、金と愛、そうですね、金と愛やな。金と愛、合ってたかな、合ってた、合ってた。そろそろじゃあまたライトの方いかがでしょうか。ちょっと後ろの方にいらっしゃる方とかどなたかいらっしゃらないですか。なかなか参加しづらいっていう方でいらっしゃらないでしょうか。なかなか、じゃあそこの、はい、あ、顔出し OK ですか。ありがとうございます。財務省前で愛を叫ぶ、大きな音で申し訳ございません。お仕事ご苦労様でした。ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。マイクを持たせていただいてありがとうございます。私も無職です。実は20代の25歳の若造が今無職です。それなぜかっていうと、2年前まで私ね、音楽大学私立のとある音大に行ったんですよ。卒業しましたけど、その当時から政治に興味はなかった、はっきり言って。でもブラック企業の存在とか知ってました。なので就活なんてクソくらいだと思っていた。だからやらなかったんですね、わざと。新卒一括採用でもう大企業で食われるのが、もう買い殺しされるのがもう目に見えていたから、わざとやらなかったんです。で、そんな、痩せ我慢で、バイトで食いつないでたんですけど、とある時、母子家庭でした。私母子家庭でした。児童虐待を受けていた当事者でもあります。私父親から、元自衛隊の父親から虐待を受けていきました。もうゴリゴリのネトウヨで、もう自衛隊に行きたがらない私をもう邪魔者扱いして、人間扱いしませんでした。でそれを、お母さんが救ってくれる形で離婚しました。で離婚した後、あんた親父から私が助けてやったんだから、私の言うことぐらい聞くよね。じゃあ私のやってる会社、自営業の会社なんですよ、お母さんがやってる。私の会社今借金で潰れそうだから、あんた借金代わりに払ってと。ありえないでしょこれ。それで、私、絶縁しました。ちょうどね、音大、都内にあったんで、首都圏に住んでいたので、そこから縁を切って、それで今、無職になりました。会社からも、あんたトラブル持ち込むからクビねって言われて、会社もね、新入社員のこと、もうバイトのことですら守ってくれないんだなって、もう絶望しましたね。絶望。もう働く人を大事にしない社会って、もうここで現れてますよね。おかしいでしょ、ね、そういうわけで私は1ヶ月ぐらい、無収入のまま生活して、やっと生活保護に落ち着いたと。今生活保護受けてもう半年ぐらい経ちます。本当に感謝します。皆さんの税金で私は養われてる、生きながらせていただいてます。もう絶対に裏切れない、もう。そんな私だからこそ皆さんに申し上げたいんですね。こんな国に生まれたくなかった。こんな愛がなくて心のない醜い美しくない国生まれたくなかった。だからこそ次の子供たちにもできればこんなひどい世界に生まれていてほしくない。本当はね、こんなこと言っちゃうと、子供を持ちたくて頑張ってる人はにはちょっととてもひどく聞こえちゃうんですよね。でもできればもう次の子供たちが生まれてきて幸せだと思える世界に したいですよね、皆さん。そうですよね。目覚まれて大事そう。お前らが金持ちばっかり忖度してっから、貧しい人を見殺しにされてんだよ。もう俺みたいな不幸な子供は俺で最後にしてください。お願いしますよ。というわけで、ごめんなさい、もうちょっと続きます。私が一番言いたいこと、本当は私ね、今25になったばっかなんです。
できればあの衆参ダブル戦とかになったらまあなんかまあダメ元で立候補とかしてみようかなとは夢見たことあります。でもお金がない、お金がない、やっぱり、もう生活保護でもう貯蓄ゼロですから、絶賛ね、だから本当に心あるみ、これを配信とかで聞いてくださってる国民の皆様、もう太郎さんにどうか協力してください。もう1000円からでもいいから、500円でもいいです。もうランチ一食分我慢して今度彼に心のこもったお金をあげてください。心のこもった献金をお願いします。あと最後に申し訳ないですね、あの野党側の人たちみんなに言いたいんですよ。これ安倍政治を許さないってまあ あれありますよね、缶バッジとかポスターとかあの筆文字のポスターありますけど、あれを抱えて頑張ってる人たち、私あのその人たち本当ありがたいです、尊敬してます心から。でもこれからね参院選始まるでしょ、参議院選挙、その時になんだちょっとあの前さっきの統一地方選について思ったことがあって、あの無党派し、あの無党派層市民派って名乗ってるとある、まあ、地方の議員があのデモとかで、まあ、ここにいる皆さんのような楽団の皆様のような人たちを演奏することを許していた。自分の選挙活動に、まあ、デモのようにお祭り騒ぎをすること、別に私それは否定しません。でも政治に無関心な人たち、特に政治不信に陥ってもう自分の生活で手一杯の人たちがそれを見てどう思うか考えたことあります？無関心になってしまう人たちの気持ち忖度したことあります？自分たちがしている行動で政治不信や政治無関心を助長させているとしたら、これほどアホらしいことはないと思いません？別にあなた方の努力は私は否定しない、むしろもっとやってほしい。だけどやっちゃいけない時ってあると思いません？選挙活動って特に選挙でデモ、選挙でデモやっちゃいけないと思うんです私。具体的にまあ楽器とか弾くのもあれですけど、とにかくいいじゃん候補者の伝えたいことをどうか邪魔しないでください。それだけは伝えさせてやってください。邪魔をしないという方法でお願いします。はい、ではそろそろ、長すぎたので終わります。ありがとうございました。ありえない、消費税廃止あれ不審者がトラックの上に登っております不審者と見られる男性がトラックの上にありがとうございますありがとうございます。マイク持たずにカメラ持ってる人が上がってきたっていうね、ちょっと変わった感じですね。ありがとうございます。財務省の前で愛を叫ぶ、これね結構ね時間が押してきてまいりましたよ。これこっからですけれども、皆さんちょっとストップウォッチ見ながらでもいいですか？多くの方に話していただいた方がいいので、今40分なのであと20分、だから3分ぐらいで思いの丈をっていうことをやってもらっていいですか？その方が多分何人か回せますよね。じゃあ先ほどから手を挙げている前の方、はい、3分ですよ。はい、どうぞ。財務省の前で愛を叫ぶ財務省の皆さん、どうか消費税増税だけはやめて、凍結もやめて、減税でお願いしますということです。それでは用意スタート。はい、こんばんは、見るからに悪者ですだけど日本人として生まれて日本で育って今まで、まあ俺50ですけど今までこうやって生きてきました。でもやっぱり入れ墨あるとダメです。であとやっぱ頭バカだから、入れ墨なんて関係ないぞ。だけどやっぱこう税金っていうのは絶対関わってくるわけで、
頭悪いから中学校卒業して仕事して、でもなんやかんや税金引かれてきました。年金も払ってきたのかな。だけど俺あの非国民なところあるから国民年金は一切払ってません。だけど今こうやって実際消費税っていうのは絶対物を買うときに税金はついて回ります。なんで税金取ってるんだったらもっと金持ちから取った方がいいんじゃないの。そうだ、金のない貧乏人から取るよりも金いっぱい有り余ってる一流企業のお偉さん、それに取った方がいいんじゃないの。だって日本の今まで何安倍政権でこの6年半で GDP とかなんかよくわかんねえけど、金儲けしてるやつらが儲かってるから実質賃金上がってますか。ですよね。実質賃金上がってなくて金持ちの 1% が儲かってるだけ、それって格差社会だと思うし、それに加えてこの今年の10月消費税おかしくないですか。金持ちあるところから金取るのが筋じゃないんですか財務省。それとあと何年も前だけど、はい、なんだっけ、あの財務省のトップと安倍がグルになってやってた、なんか 2% 上げるとか言ってたけど無理でした。責任取った方がいいんじゃないんですか。じゃあ終わります。減税財務省、財務省目を覚ませ。減税減税財務省、減税減税財務省、財務省目を覚ませ。減税減税財務省、減税減税財務省、財務省目を覚ませ。ということでありがとうございます。じゃあ続いての方いかがでしょうか。電話そちらのキャップをかぶった女性、はいどうぞ。でですねちょっと、スタイルが変わります。 BGM で音楽流してくれるらしいんですよ。どんな音楽になるかちょっと不安なんですけれども。でその音楽が止まったら おしゃべりどうぞ上がってくださいよ。音楽が止まったらおしゃべり中止です。3分経ったというお知らせでございます。よろしいですか。で大丈夫ですか。バンマス分かりました。じゃあ行きますよ。よーい、はい。あ、もう喋っていいんですか。皆さんこんばんは。こんなにもなんか税金が上がるのが真っ平だって思ってる人がこんなにたくさんいるっていうことがとっても心強く思います。今までの方たちみたいにこういろいろ詳しいわけではないんですけど、いろいろと思うことがあって、私は舞台の俳優をしていてアルバイトとかをたくさんしてるんですけど、やっぱりなんだろう、最低賃金ギリギリのお仕事が多かったりとか、友達たちはアルバイトの子もいたりとか正社員の子もいたりとか、とっても真面目に働いてるのにひどい労働環境で安いお金で使われたりとかしてて、このまま税金がもし上がってしまったら本当に私も友達も倒れてしまうなと、生活していけないなと思いました。それで私には大好きな恋人もいて、結婚もしたいし家庭も持ちたいしって思ってるんですけど、やっぱりそれもやっぱりお金とか
の、問題でやっぱりなかなかできなくて、それでも私の恋人は身を粉にして働いてるんですね。本当になんか真面目で勤勉で優しい人たちがどうしてこんなにお金で苦しまなきゃいけないんだろうって、本当に本当に思います。なんか本当に大人になってなんかサザエさんとかドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかそういう風に一個お家があってとか普通に家庭が持てて豊かに生活してっていうのが昔できたことがどうして今できないんだろうって本当に不思議に思います。それでこのまま黙ってたら今の政権の人たちは絶対にもうどんどん私たちに苦しい方に選択増税したりとか容赦なくするなと思って声を上げなきゃと思ってここに来ました。ここにこんなにたくさんの人たちがいて本当に心強いです。ここの輪をどんどん広げていきたいです。私も頑張っていきます。今日はありがとうございました。続いて時間がだんだんなくなってまいりましたよ。どなたかいらっしゃいませんか。お話しされたい方、じゃあその壁際で手を挙げてる男性ですね。あなたです。はい、ありがとうございます。3分間の制限時間でですね、この財務省前で愛を叫んでいただく、そのような企画でございます。あ、どうぞどうぞ。あ、顔出しです。ちょっと待ってくださいね。顔出し NG です。取られてる方よろしくお願いします。消費税上がったらもうむちゃくちゃになっちゃいますよ。もう本当に衰退国家になってしまいます。一人一人の生活もむちゃくちゃになる。スタンバイ OK でしょうか。顔出し NG です。この方はではどうぞ。ありがとうございます。すいません、動機もないんで顔出しでお願いします。僕が言いたいのは、短期で僕税務署でアルバイトしたことがあるんですね。その時に僕ケチなんで給与もらうときに給与明細で交通費見たんですよ。でその時に実費って言ってたのに、僕勤めたのが6日か8日だったんですよ。なのに回数券で計算されてたんですね。どういうこと分かりますか。回数券って最低でも11枚なんですよ。ってことはどう考えても伝えきれないんですね。それが回数券で生産されていて、ハローワークでも実費って言ってたし、しかも面談の時でも、IC の計算か交通費は回数券で言ったんですよ。僕当然交通費は IC で申請しました。その結果回数券でした。おかしくないですか。話はこれで終わんないんですよ。これで文句言ったんです、当然税務署に。そしたら説明不足って昔上がりました。コミュニケーション不足だって。もっと終わんない。で、俺しつこいから労働基準監督署行ったの。おかしいでしょ。そしたら労働基準監督署の人は僕たちもそんなもんですって言ったんですよ。だってあなたたちちゃんと年金もらえるでしょ。俺そんなのもらえないよ。おかしいでしょ。だって短期で大した給料じゃない。その時まだ今より最低賃金安かったから900いくら。それでちゃんと正社員みたいな形で働いてる公務員の人と同じようなある種交通費を安い給料でやられたら実質給料引かれるのと一緒じゃないですか。交通費は実費って書いてあって確かにありますよ。そういう会社派遣のひどいところとか、それを国税の人がやったらどうなるんですか。そんな人たちに消費税で金を持ってかれてまともに使われると思いますか。復興税と一緒ですよ。どっかに消えてるんだよ。俺たちの記事には使われないんだ。俺みたいでしつこいやつがこうやってネチネチやってこんなもんですよ。真面目に普通に税務署がちゃんとやってくれると思って給与明細見なかった人は知らないうちに天引かれてんだよ。天引きだこれは。
個人の文句もあんまり言い過ぎてよくないんで、建設的なことを言うと、皆さん消費税が 8% の時と 10% の時どっち買い物したいですか？ 8% ですよね。安いの控えたくないですか？ってことは消費を増やすためには消費税少なくとも上げない方がいいし、絶対下げた方が消費は上がるんですよ。だって単純に考えて国民全員が豊かになったら国豊かになりますよね。一部の人から搾取して金持ちだけ増えても国民痩せるだけで結果的に国自体が痩せますよね。必要なのはマックスを増やすんじゃなくてアベレージを増やすことだ。国権階級が全部持ってても国民持ってなきゃ意味ないんだ。皆さん自分たちの生活を守ることは間違ってないです。正しいことです。みんなが幸せになれるように頑張っていきましょう。財務省目を覚ませ減税減税財務省減税減税財務省財務省目を覚ませ。ありがとうございます。財務省の前で愛を叫ぶ。そろそろお時間ラストに近づいてきましたけど、そろそろこっちに戻しましょうか。どなたかいらっしゃいますか？いかがでしょうか。ちょっとごめんなさいね、逆光で結構見づらいところですけれども、じゃあそちらのメガネの男性、はい、先ほどから手を挙げてくださってましたね。ありがとうございます。財務省の前で、あ、顔出し NG ですね。続いてもありがとうございます。ご準備ください。撮影されている方は消費税 10% なんかにされたらたまったもんじゃない。 8% でもきついんだよ。とっとと下げておしまいなさいよ。景気回復この道しかないとは消費税減税のことだ。異次元の財政出動をさっさとしやがれ。それこそがデフレ脱却への近道だ。皆さんそう思われませんか？ありがとうございます。ありがとうございます。多くの方に来ていただいたこの財務省前、財務省前で愛を叫ぶ。次なる方は顔出し NG でございます。よろしいでしょうか？それでは3分間でございます。どうぞどうぞこちらへ。こんばんは、都内の、都内で会社員をしておりますものですが、今日このような会があるとは聞きまして楽しみに参りました。で、消費税とちょっと視点は変わるんですけれども、財務省といいますか国に対して非常に不思議な考えを持っていますので聞いていただきたいと思って思いました。ここ、最近の話題としましては、いろんなデータ改ざんといいますかデータ隠蔽だったり隠匿問題とか出てきていると思います。でですね、私は会社員で勤めている部署が、広告代理店みたいな部署なんですけれども、そこの中にマーケティングというのも関わっております。でマーケティングって何かといいますと、データを元にしていろんな、企画をします。でそれは、お客様に対しての顧客提案の元というのはやはり数字です。で数字というのはやっぱり国が出している数字が一番大事なんですね。ということは、国が、財務省が出している経済指標というものがこんだけ安心がないということはですね、出している客に対してですね信憑性もないものですから、それによって売り上げが上がらなかったりしました場合というのは、その損失というものは実は国に対して請求していいのかという気もしております。つまりそれは、端的に言えば国家賠償責任じゃないんですけれども、その、内容に当たるのかなというのは常々思っておりますものですから、そういう意味でも、まあ、消費税を取られるのもありますけれども、そのモスターの経済活動の指標をですね、財務省だったりとか政府というものがこんな経験にやっている国に対して非常に、不思議といいますか、もっとはっきり言えば不信感を感じる最近でございます。はい、で最近見つけた本で、こういう本もございました。ブックレットの最新版ですけども、これ読んでてもやっぱりデータとか数字というのが一番大事だし、そのもっと文書の管理とか大事なもんですから、そういうことをですねしっかりと財務省やっていただきたい。でそれによってはもしかしたらこの消費税 8% とか、増税というものに対してもですね信憑性がなくなるのであれば減税する、根拠になるものですから、そういう観点からもってもですね、これからの財政政策というものをしっかりと考えていただきたいなと切望いたします。でそれに対して、山本太郎さんのご意見というのは、まあ選挙であれば6年前から注目はしてたんですけども、特にこの1年ぐらいの、
政策に対して非常に共感を持っておりますので、ぜひぜひこれからも頑張っていただきたいなと私は思っております。気をながらいつも応援していますので、よろしく、山本さん頑張っていきたいなと思っております。以上です。皆様、お開きの時間でございます。すみません、完成デモなもんでそういうわけじゃないですね、すみません。一応ですね、無理言ってやらせてもらってて、またですね、あの財務省前には来させていただかないといけないので、いかがでしょう、いいですか。じゃあまた来るぞ財務省っていうことで、皆さんで声を合わせていきましょうか。いいですか。一斉のぜ、また来るぞ財務省、また来るぞ財務省、また来るぞ財務省。消費税廃止、消費税廃止、消費税廃止、また来るぞ。ちなみにですけれども、業務連絡的な感じなんですが、今日この場で、この活動をすることは、すべての議員のお部屋の方にポスティングさせていただきました。現時点での、国会議員の参加は1名。誰だ？私のみ。ありがとうございました。どうも。また集まってカラオケやりましょうね、皆さん。ありがとうございました。ありがとうございました。何が何でも消費税廃止しかねえだろ。消費税廃止しかねえよな。頑張っていきましょう。ありがとうございました。消費税は廃止。